アイトです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画なんですけれども、ちょっとアイトさんからの告知ということで、こちらの動画の概要欄の方にも記載をさせていただいているんですが、まあ、以前販売させていただいていたステッカーに関するお話というようなことでご連絡の方をさせていただきます。まあ、以前アイトさんのではですね、こちらのようなドライブレコーダー広報録画配信中というような文字が書かれているステッカーについてですね、まあ、ご提供させていただくというような形で皆さんにお伝えをしていたんですが、まあ、こちらのステッカー、実は在庫の数というものが、まあ、ほとんどなくなってきてしまっておりまして、今月、ですね、今週の日曜日で一応終売というようなことで、サイトの方から下ろさせていただくというような形になります。まあ、基本的に再生産というような予定はございませんので、今あるものが全て売れてしまった場合、もしくは、もし日曜日を過ぎてしまった場合については、こちらのステッカーはもう手にすることはできないというような形になって、終売というような形でお取り扱いを終了させていただこうと考えております。もし最後に手に入れておきたいというような方がいらっしゃいましたら、こちらの動画の概要欄の方に、Amazon のリンクページの方を貼っておきましたので、そちらにアクセスしていただいて手に入れていただければと思います。まあ、アイトサロンのステッカーの中でもかなり実用的なステッカーであるというようなことでですね、非常に多くの方々にご利用していただいていたんですが、まあ、意外とですね、こちらのステッカーの場合は実際に車に貼り付けて使うというよりもなんかコレクターというかね、コレクションでこうアイトサロンのステッカーを集めているというような方が非常に多くてですね、まあ、実際はなんか保管用で買ったみたいなね、あんま使ってないんだみたいな方も非常に多いんですけれども、まあ、ご利用方法についてはそれぞれ皆さんのお考えがあると思いますので、まあ、自由に使っていただければと思うんですが、まあ、こちらについてはね、マグネットタイプではなくて、通常の塩ビのステッカーとなっております。ですので、例えば、鉄製のバンパー以外でも、FRP のバンパーとかにもね、貼り付けることが可能となっておりますので、もし気になった方がいらっしゃいましたら、まあ、最後のチャンスということになりますんでね、まあ、在庫がなくなる前に手に入れていただければと思います。まあ、今後、アイトサロンのステッカーについてもね、これ多分、取り扱い始めたのがおそらく去年の、まあ、今ぐらいの時期だったんじゃないかなと思うんですけれど、ちょうど1年になるんですよね。Amazon の方に一応これをですね、在庫として置かせていただいていたんですが、まあ、1年過ぎると在庫を置いておく保管料というようなものが発生してしまいますので、まあ、長期的になかなかこれをですね、Amazon の倉庫の中に置いておくっていうのも難しいような状態になってしまいましたんで、まあ、今回、まあ、取扱い終了というようなことで廃盤にさせていただきたいと思います。まあ、今後もステッカーの方は制作していこうと考えているんですが、まあ、今回のね、これとはまた違ったタイプのものになってくると思います。まあ、ドライブレコーダー用のステッカーっていうのをちょっと今後作るかどうかっていうのはまだわからないんですけど、一応アイトサロンのステッカーというようなものの制作予定はございます。ただまあ今回のコロナウイルスの騒動でですね、なかなか国内の工場というものがですね、今ちょっと稼働できないというような状態になっておりますので、まあ、しばらく先になってしまうと思います。まあ、以前も動画の方でお話しさせていただいたんですが、一応アイトサロンで扱っているステッカーに関しては全てオリエンタルランド、まあ、ディズニーランドの公式の工場で作っていると、オフィシャルのディズニーランドの工場で作っているというようなことになっておりますので、まあ、品質については非常に高品質なものにはなっているんですが、まあ、その分素材的な制約ですとか材料ですね、こういったものに非常にこだわって作っておりますので、まあ、今現状としてはですね、なかなかちょっとクオリティの高いステッカーっていうものが作れないような状態になってきてしまっております。まあ、こういったね、騒動が落ち着き次第また、まあ、新しいものを作っていこうかなと思うんですが、まあ、アイトサロンとしてはどちらかというと一番に品質というような面でですね、まあ、車に貼り付けるというようなことを念頭に耐候性、耐久性にもろに振ったものとなっておりますので、結構素材費が相当かかっております。ですので、まあ、若干のところそういった手配についてですね、少しお時間をいただくというような形になってしまうので、まあ、ちょっと今後いつ新しいのを作るかというような話については全くもって未定となっておりますので、まあ、今回の機会にですね、もし欲しいというような方がいらっしゃいましたら、お早めに手に入れていただければと思います。まあ、冒頭もお話ししたように、今週の日曜日ですね、日曜日までに、こちらのステーカーに関しては廃盤というようなことで、Amazon の方からも全て取り下げさせていただこうと考えておりますので、まあ、それまでに欲しいというような方がもしいらっしゃいましたら、まあ、今の段階で手に入れておいていただければと思います。今回はステッカーに関する告知の動画として公開をさせていただきました。また次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは、アイトでした。